こんにちは TMK さん、このね TMK さんっていうのがどなたかは全く分かりませんけども、なんでしょうね、イニシャルとか頭文字を取ったものなのか、まあそこら辺はねあまり考えずにメッセージを送りたいと思います。TMK さんにねちょっと私の口からはばったいんですけども、届くかどうか分かりませんけども、今回メッセージをね送らせていただきます。まずね、何人かの人を紹介しますので、これについてどう思うかっていうことを考えてみてほしいんですよ。一人はね、オリジン弁当のバイトですら採用されなかった人で、同時期に吉野家すき家の牛丼屋のワンオペとかって問題がありまして、人手がねどうしても欲しい時、そういう時に明日からでも今日からでも働けますっていうふうに意欲を燃やしてハキハキとね言った人、この人不採用でした。で、別の方はね、借金3000万以上ある田舎の麻雀店の店主です。もう首が回らない状態で、従業員の給料も、もう本当売り上げをギリギリまで貯めて業者への支払いを滞納して払っていたような始末です。で、また別の方はですね、アルバイトの面接ですら、通らなかったばかりか、もう君は採用することはできないよと、よくそんなんで面接来たねっていうふうに言い放たれて、まあバイトを却下された人です。で、この方たちそれぞれ今どうなってるかというと、まあ一定のお金をつかんで自由を手にして、今はどちらかというとビジネスを教える立場になっています。お金の問題解決をする立場になっています。本当に今日や明日のお金もなくって、バイトですら落ちてしまったね、そういった人たちだったんですけども、今では、まあ、バイトを使うとまで言いませんけどもね、もうアルバイトなんて絶対行かないですよね。なんかの目的があって行くならあれですけども、お金のために生活費のために行くってことはないと思います。まあ、こういった方々に共通して言える点っていうのは何かと言いますとね、こっからが TMK さんに考えてほしいところなんですけども、何だと思います？共通している点、それは黄金のノウハウを手に入れたとかね、凄まじい精神力を磨いたとか、そういうのもありますけども、そうではないんですよ。実はそうではなくて、こっからちょっとね厳しいこと言うかもしれませんけども、いくつか聞いていただきたいと思います。それはね、今日から始めたってことなんですよ。今日からですよ。昨日まではやっていなかったことを今日から始めたんですよ。今日からですよ。今まで経験も知識も人脈もないところでも、あれこれいいなと思ったら今日から始めたんですよ。で、始めた、そしていつまでやったか、それは今日までずっとやってるんですよ。多分これからもずっとやるでしょう、ね、ノンストップなんですよ。だからね、こう言っては変な話になりますけども、人の話を聞きに行く暇がない、ね、それこそ自分の作業や行動に迷ってる暇がない、人に相談事を持ちかける暇がないぐらい、今日から始めて今日までやり続けているってことなんですよね。全く自分には縁もゆかりもないような世界に飛び込んで、縁もゆかりもない世界だからこそ徹底的にやり込んで、それこそね、寝てる間に耳元にメモ帳を置いて、寝てる間も頭を働かせるぐらいやったんですよ。で、私の場合は深夜に、まあ、iPad に、当時 iPad があったんですけども、メッセージが届きました。売上入金ありました、もしくは面談のお問い合わせがありました。24時間そのためにやってましたね。どんな深夜でも動画でメッセージを返しておりました。何月何日皆さん何々さんのお時間に合わせますので、お会いしてお話ししましょうみたいな感じでね。そして人の悩みに向き合って、人の悩みを解決することに一生懸命になった結果、自分の悩みなんてのはとっくに解消されるようになりました。で、私のところに寄せられる多くの悩みっていうのは金銭に関する問題だったんですよ。で、人のお金の問題解決に向き合ってるその間に、私は自分でも経験したことのないようなお金の問題に立ち会うことができたっていうことなんですよね。そしてその問題を自分だったらどう改善するかなっていうふうに考えてアドバイスをしていた結果、自分が解決できるようになっちゃったんですよ。で、なんで解決できたかっていうと、だって私は自分で考えたことがある、そしてその考えたことをそっくりそのまま相談者に伝えた、情報量一緒なんですよ、判断力一緒なんですよ。じゃあなんで私だけ解決できたのかというと、実行したのが私だけだったってことなんですよ。もちろん私のアドバイスを実行してうまくいった方、うまくいかなくなった方、ばらつきはあります。でも私は少なくとも自分で思ったことは自分でやってみました。後にしてもね、先にしても。で、そうすると一定の結果が出るんですよ。
そしてその結果で一発目でうまくいったらそれでいいですし、うまくいかなくなったら新しい改善案を持ってまた同じ問題解決に再度トライするということを繰り返していったんですよね。ではっきり言って詐欺にかかったこともありますけども、で詐欺にかかって悪態をついて終わっていたら本当に詐欺の被害者なんですよ。待てよと、せっかく詐欺にかかったんだから詐欺にかかったという体験カリキュラム、こういったものを受けたというふうに思えたらどうかなと。詐欺にかかって100万円失いましたっていうのは、100万円払って詐欺の実体験をするようなカリキュラムに俺は参加したんだっていうふうにマインドチェンジをしてね、考え続けたんですよ。じゃあ他にもこの詐欺案件にかかった人がいるはずだ、ね、言い方を変えるとこの詐欺のカリキュラムに100万円払って参加した人がいるはずだと。その方と自分はこれからどういうふうにね関わっていけるかなってことを考えて考えて考え抜いたら、やっぱりね、自分が表現をすることによって、あ、久保さんもあの詐欺案件にかかったんですね、なんか情報共有しましょうみたいな感じで向こうからメッセージが来るようになりました。なんとかかんとかの詐欺にかかりましたっていうふうにね、動画でアウトプットすることによって共感を呼んだわけなんですよ。で同じ案件でやられた方がどんどんね私を頼ってくるようになって、一つのそれが軍団になりました。その軍団漏れなく速稼塾にご案内しましたね。ということで結局アウトプットをして情報共有の先頭に立った私が富を手にしたってことになります、最終的にはね。まあ、ですのでここにまた大きな差があられます。詐欺にかかったから詐欺師からお金を取り戻そうとする人ね、詐欺師からお金を取り戻すのは、まあ、そんなに力を入れてないけども、別の方向からなんとか売り上げを立てて詐欺にかかった以前よりも、高いパフォーマンスを得て、そしてしかもそれが自分の力になりますし、多くの人とのつながりにもなるので、結局は得だなって考えるからなんですよ。思考がだいぶ違うでしょ。だからね、私はね好んで詐欺にかかろうと思いませんけども、仮に自分の取り組んだものが詐欺であろうとも、でもそっからね結局逆転する方法は編み出せると思ってるんですよ。でだからといって繰り返しますけども、わざわざ詐欺にかかろうとは思いませんよ。最善を尽くした選択によってそれが思わぬ結果を導いたら、その思わぬ結果に対してまたね改善案を練って、結局は自分が利益を得る方向、得する方向、損しっぱなしじゃない方向に持っていこうとしてるんですよね。そのために使うのが YouTube であるのはうってつけだったと思いますし、 YouTube っていうのはいろんな記録、自分の悔しさとか思いが残りますよね。そして今振り返ってみると、その詐欺についてお話した内容も数百本とかになってるんですよね。で悔しかった思いをそうやってアウトプットすることによって、だんだんと自分のその悔しさが資産になっていってるわけなんですよねでそこまで動画を上げちゃうと、今度はその詐欺師自身が二度とマーケットに出るってこともなくなるんで、結局は詐欺師の撲滅抑制に一役買ってるんではないかなと思います。多分今となっては私に詐欺を持ってくる人ってのはもういないと思うんですよ。だって詐欺持ってきちゃうとこういうふうに拡散されちゃいますんでね。だからもうね、結局はいいものしか今は寄せ付けないようになってるのかなと思います。さあそこで、この辺でまとめに入ってきますけども、 TMK さん、もし詐欺にかかった経験があるんだとしたら、それを自分のところで留めずに、そこから学んだことをね延々とアウトプットし続けることだと思います。詐欺師を攻撃するのとはこれちょっと違います。なんで自分が詐欺師に信頼を置いてしまったのか、そのメカニズムとかその時の自分の気持ちとか、それは多くの人の共感を呼ぶんじゃないかなと思うんですよ。そして詐欺にかかったけども、そこからね立ち直っていくために自分はどんなことをしました、どんなことをしようとしているのか、誰と組もうとしているのか、もしくは一人でやっているのか、こういうふうな未来に対する展望っていうのも人に夢や希望を与えると思うんですよ。で人生っていうのは食べて飲んで過去に癒される部分もありますけども、最大の今日を生きるエネルギーっていうのは未来に夢があるってことじゃないかなと思うんですよ、ね、来年はこうなるぞとか、来週はこういうふうにするぞとか、今日の晩はハンバーグ食べるぞとかね、ちょっと未来に、もしくはもうちょっと先の未来にいいこと、楽しいこと、そういうものがあればなんか頑張れると思うんですよね。彼女とのデート、来週の日曜日がデートだと思ったらウキウキしながら日曜日に向かっていくと思うんですよね、で早く時間経たないかなと思うはずなんですよ。でも逆にですね、未来に辛いことがあったら本当にね時間が経つのが恨めしくなっちゃいますよね。じゃあ私たちはどっちを選択してますか、未来に良いことを設定してますか、未来は暗い将来を設定してますか。これはね自由なんですよ。その自由意志の中で自分の頭の中で何を考えてもいいのに、悪いことを考えて悪いことになっちゃうっていうふうに決めてませんかってことなんですよ。私の大好きな著書に
アーシアンへのメッセージっていうのがあります。今は中古で買うと100円もしくは1円ぐらいで買えると思いますけども、これはね UFO プロデューサー宇宙人大好きの八尾純一さんの書いた本なんですよ。八尾純一さんがテレビを通じて UFO 番組をたくさん作ったのはなぜかっていうと、人に空を見てほしかったからだっていうんですよ。確かに私も UFO が大好きだったんですけども、空を見る機会が増えましたし、空を撮影する機会は圧倒的に増えました。そしていつか宇宙人に会えるかもしれないと思ったら、宇宙人に会った時のために危険な宇宙人だったらどうしようかなとかね、好意的な宇宙人だったらどういうふうなことをお願いしようかなとかね、いろいろ考えて楽しくなりましたし、 UFO の番組が今度あるよって言ったらね、ビデオ撮ったりね、どういう未来が待ってるのかってことをワクワクしたわけですよ。でアーシアンのメッセージに最もね象徴的な言葉があります。それはどうやって自分の思いを叶えるかっていう、そういう秘訣が書いてあるんですよ。これは宇宙人もしくは地球人、生命体に全てに共通して言えることかもしれないが、というふうなね概念で私は見ていたんですけども、その本に書いてあったことっていうのは、人間は想像したことをね、思考は現実化するっていう言葉もありますけども、想像したことを叶える能力があるっていうんですよ。そのためにどうすればいいかっていうと、まずは明るい未来、自分がどうなりたいか、何が欲しいかという未来設定をバッとするらしいんですよ。で強くした後にそれをすぐ忘れることだっていうんですよ。なんで忘れることが大事かっていうと、忘れた頃に、あ、そういえば昔こんなこと思ってたけど今できるじゃん、今ね達成したじゃんって思えるような感覚にすることが大事だってことなんですよ。なぜかっていうと、ずっと思っていたら、例えばね将来こうなりたいな、まあ、車が欲しいな、可愛い彼女が欲しいなと思うとするじゃないですか。でも今日の時点では手に入ってないんですよ。だからあれまだ手に入ってないなと思うんですよね。いつ手に入るのかなと思っちゃうんですよ。そうするとその思ってることが現実化しちゃうっていうことらしいんですよね。だから自分の希望を強く思った後はすぐ忘れることが大事だっていうふうに言います。どうやって忘れるかというと、目先のことを一生懸命やることだそうなんですよ。で私もこれをね一つの言葉に置き換えて今回の動画のやり取りの中に、埋め込んでおきました。それは遠くの未来に自分の夢や希望を設定したら、光を設定したらね、ゴールを設定したら、あとは足元を見て、足元の1秒1秒をしっかりと刻むことだっていう、そういうふうな感じのメッセージ伝えたと思うんですよ。でそうすると気がついたらいつの間にか自分の足元に遠い将来に夢に描いたことがいつの間にか、あ、もうこんなに歩いてきたんだ、今足元にあるよって感じで手に入るようになってるんですよ。で私はね幼い頃に見たナイトライダーっていう番組が好きで、そこに出てくる、トランザム、ね、キットっていうね KITT キットっていうナイト2000っていう車が大好きだったんで、将来そういう車に乗りたいなと思ったんですけども、でもね強く思ったのが中学の頃だったんですけども、それからね忘れてました。で最近気がついたんですよ。そういえばナイト2000っていう車憧れてたよなっていうふうにインターネットを見ながらね思ってたんですよ。そしたらあれナイト2000のレプリカの乗ってるやつがいるぞみたいな感じで YouTube 見てたんですよ。そしたらあれこれ買えるらしいぞ、え、金出したら作ってくれるの、すげえな、いやでも羨ましいな、自分には無理だよなと思って、はたと銀行口座見たら余裕で金あるじゃんみたいな感じだったんですよね。だから手に入ったってことなんですよ、うん、その時ベンツを買おうかレクサスを買おうかね迷ってた自分もいますけども、それを通り抜けて、あ、ナイト2000だったんだ、よしナイト2000買うぞ、コルベットもかっこいいけどもナイト2000買おう、ナイト2000を買うぞと思って埼玉まで行って買い付けに行ったっていう話ですよね。でこれは幼い頃に強く願ったものをずっと忘れていて、足元のことをなんかね懸命にやっていたら足元にそのゴールがやってきた、要するに千里の道も一歩だったんですけども、一歩一歩刻んでいったらいつの間にか千里を刻んでいたってことなんですよね。だこれがちょうどいいんじゃないですかね。思いもいらない未来がやってきたみたいに思うけども、確かに思っていたなみたいなことですよね。はい、いろいろと申し上げましたけども、 TMK さんね、大阪から東京に行ったっていうのはそれは決して軽んじることではなくてよく行ったなと思います。私もね東京に広島からよく通いました。でも今思うのは、そんな暇があるんだったらやることをやった方が多分近道なんじゃないかなと思いますね。今までいただいたアドバイスとか思いとか小野田さんからのねメッセージなどを反芻してね、あとは足元のことをしっかりやることによって夢や希望は手に入ると思いますね。小野田さんはそれだけのことをしてくれたと思うんですよ。多くの方に対して小野田さんはそういった希望や、まあ、愛とかね、いろんな提供をしていると思います。でも残念ながら受け取れない人と、受け取ったんだけどもどうしてもね
遠い未来じゃなくて早くこれその未来が来ないかなと焦る方がいて結局壊れていったんじゃないかなと思います。まあ、ですんでね、年齢の問題もあると思います。例えば私もう50になりますけども、50歳からコツコツ積み上げて3年後5年後を見ろって言ってもなかなかねって思いますけども、でもそれをするしかないんですよ。仮に50から始めて53で全てがね思いが叶ったら、これ遅いですかね、十分なんじゃないですかね。いや60からでも65までに全ての問題解決ができるんだったら残りの人生はものすごく凝縮した濃いものになりますんで、くすぶっている10年20年よりもものすごく濃密で、そして全てがね思い出になるような一日一日が刻めるんじゃないかなと思います。焦らずにでも慌てずに正確にやっていくこと、そして急ぐ気持ちはあるんだけどもやることは本当に地味ですよってことなんですよね。その地味から離れようとするからこそいろんな落とし穴にはまってしまうんではないかなと思います。本当にやることは地味です。私もね動画を1万本以上作ったりとか、吉田さんもそうですしね、小野沢さんもそうですけども、同じ作業をどれだけ繰り返したかってことなんですよ。同じような失敗を何回したかってことなんですよ。その向こうにしか私たちが行きたい場所はなかったんですよ、ね、失敗もしたくないし同じことを繰り返したくないでしょ。でも一部の天才を除いて私たち普通の人はその同じルートを通ってしか自分の求める新天地には行けないんだというふうなのが私のここまでやってきての結論ですよね。はい、ということでやっぱりコツコツかってぐったりするかもしれませんけども、はい、コツコツです。それ以外にはどうしても私も見つかりませんでした。小野沢さんもそうでしょうし、吉田さんもそうでしょう。コツコツ以外のことをやろうと思うとね、一発逆転バーンみたいなよくわかんないものに飛び込んで結局は遠回りになっちゃうんじゃないかなと思いますんで、その辺だけをねお伝えしたくて今回の動画にさせていただきました。では以上でございます。偉そうにいろいろと語ってしまいましたけども、どうしてもね私の思いを伝えたくて動画にさせていただきました。どのぐらいのことが伝わったかわかりませんけども、私の思いは一つです。TMK さんも幸せになってほしい、希望通りの人生を取り返してほしいということだけです。以上です。ありがとうございました。